こんばんは。こんばんは。はい、ちょっとこんばんはが遅れましたね。はい、じゃあ今日はですね、ビデオ講座の1ヶ月目ですね、としさん。ビデオ講座、はい、1回目が終わりまして、入ろうと思ったきっかけとかね、その入って1回終わってみて、どうだったのかっていう感想ですね、いただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。わかりました。としさん、今回1回目終わりましたけど、はい、終わった後の感想、ちょっと一番最初にいただきたいなと思ってます。あっという間でしたね。あっという間でした。それはセミナーがですか？はい、セミナーですね。無事にできましたので、もう1ヶ月かみたいな感じで終わりました。どうでしたか？無事に問題なくできました。ただ海外行って帰ってきたみたいな感想やめてください。なんか死にませんでしたみたいな、そんな危険なことやってないでしょ。そうですね。ただやっぱりその潜在意識とかその知った上でのまあ無事にできたっていう感じなので、はい、もし知らなかったら、まあ、いろいろつまずく部分はいっぱいありましたね。やっぱ気合い入れてやっておりましたので。その前から勉強してたっていうことですよね。そうですね。どんなところでつまずきそうだなっていうのをちょっと教えてもらってもいいですか？やっぱり変化、まあ、今まで自分でやってこなかったことなので、やっぱそれを習慣に取り入れるっていうのが、三日坊主の仕組みというか。はい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 。ここで説明しないでください。それもセミナーの内容なので、ね、はい、まあ、とにかく、まあ、ずっとコツコツ続けるっていうのが普通は難しいですよね、はい、もう難しいですね、やめちゃいたくなりますよね、はい、そうです、そうです。自分の頭の中で理由つけて言い訳をつけて全力で自分めんどくさいなとかしてやめさせようとしてる感じの感覚がやっぱりありましたね。ありましたか？はい。それはやっぱり終わってから来ましたか？どのタイミングで来ましたか？途中の2週間目あたりぐらいですかね。始めて1ヶ月あるじゃないですか。はい。で、まあ半分経ったあたりでいつもと同じことをやってたんですけど、やってる間にちょっと思考が停止したりとか、ちょっとうまくできなくなってきたなっていうのが感じて、ああこれがそういうことかなみたいな感覚で、はい、結構ね、こうとしさん見てるとこうビデオ講座って、はい、ビデオ講座限定の Facebook 作ってそこでワイワイみんなこうお話したりとかするんですけど、としさんがね結構引っ張ってってくれてるように見えるんですよね。ありがとうございます。はい、でこうやっぱりこうビデオ講座の中で見ててもやっぱりそうやってやる気ある方っていうのが一番伸びるっていう傾向にあるんですよ。全然やっぱり絡んでこない方っていうのは、はい、なんか相談 したらいいのにしないで一人でなんか塞ぎ込んじゃう方が多いんですよ。でもとしさんは皆さんどうですかみたいな、みんなを盛り上げてくれてるというか、で練習会もとしさんやってくれるんですよね。そうですね、はい、はい、なのでやっぱりね、ビデオ講座こう考えてる方も見てると思うんですけど、としさんみたいにこう今入ってもらったらとしさんがいてるのでとしさんに引っ張っていてもらいます。はい、だからとしさんどんどん頑張りますよ、はい、そうです。としさんがどん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 できるようになってもらって、後輩どんどん入ってくるんで、はい、その後輩にねしっかり教えていってもらったら、それがねとしさんにとってもうやっぱめちゃくちゃいい経験になるんですよね。はいはい、なんか後輩からすると トシ先生みたいになるんですよ。なんかやっぱりこ そうですか、ビデオ講座こう入られる前からもこう自分でトレーニングっていうんですかね、何されてたんですか？潜在意識ですかね、はい、潜在意識に、まあ、アシさんの入る前から潜在意識の本とか読んで、いろんなこう自分自身の思考の傾向とかなんか観察しながら、はい、やってたりしたんですよね。で、自分の性格っていうのは、まあ、変えられないと思ってたんですけど、それも変えられるっていうのがあったので、それの可能性を
まあ感じながらやってたって感じですかね。はい、いやまあ一人でずっとコツコツできるっていうのがすごいなと思いますよね。普通なんか諦めちゃうんですけど。もちろんあのそういったちょっと自分の葛藤するような経験がいっぱいあったので、はい、直す方法っていうのが全然わからなくて、そのままこう、はい、葛藤しながらこう日々を過ごしてっていったので、はい、でそれでその潜在意識っていうのをあの、まあ、発見したというか、はい、こう出会って、あ、それに出会うっていうのもすごいですよね。なかなか潜在意識にっていう言葉ってやっぱり難しかったりするじゃないですか。で見てもらってる方も潜在意識ってなんだろうって思ってると思うんです。そこちょっとだけね、あの補足しようと思うんですけど、潜在意識って何かっていうのが、はい、この意識と意識、僕たちが頭で考えてることっていうのが 3% なんですけど、無意識でやってることね。例えば、はい、何かお酒を飲みたいなと思った時にパッて手を取ったものっていうのは、実は自分が宣伝してるやつをこう目に入ってて、それでパッて何気にこう動いてるのって、実は 97% が無意識で動いてるんですよね。パッて何か選んだり、はい、何かをちょっとこう食べようと 思ったりしたものっていうのって、いうのがその 97% に僕たちは実は支配されてるっていうのがその潜在意識なんですよね、はい、はい。だから 3% でよし動物喋りたいと思っても、潜在意識 97% がなんか、いや今までそんなことしなかったんだから、何をあなたそんな新しいことしてるんだって言って引き戻してしまうと、それですね、はい、はい、そあって、はいはい、それのせいでだからこうやりたくてもできなくなってしまうっていうお話なんですよね、はい、いやそれのせいでちょっと苦しんでた、今まで苦しんでたことがあるっていう、としさんのこう受講される前にこう学んできたことかなと思うんですよね。はい。はい、で、としさん、僕のことどうやって知ってもらったんですか？私は、YouTube から知って、まあ、YouTube から知りましたね。はい。なんて調べたら僕出てくるんですか？私はチャンネリングで、チャネリングっていうのがあって、それで動物と話せる人がいたんですよね。なるほど。でそっから動物と喋れるのと思って、でそっからなんかいろいろ調べて、で関連動画かなんかで多分アチさんがあったんじゃないかなっていう感じだと思うんですよね。いやでもそのこの僕じゃなくてその方に言っててもおかしくなかったんじゃないかなと思うんですけど、それはなんでなんですか？アシさんは明確にやり方とかっていうのはあんまり情報がなかったんですよ。動物と話し方とか。あ、その他の方がっていうことですか？他の方はただ喋ってるだけなので、チャネリングでこうでやり方とかそういうのではなくて、こう普通の感じの流れで喋ってた感じなので、このなんでこうみんなできないかっていうと、それを YouTube で出しちゃったらもう教えることなくなっちゃうんですよ。だからみんな出せないんですけど、僕はこうなんでできないのかっていうのを、まあ、教えるセミナーになってるので、喋り方ってね、実はもうトシさん本とかも読んでますか？この動画、はい、本読みましたね、はい、いろんな本出てるじゃないですか、はい、いろんな本にも書いてないですか、正直やり方。そうですね、はい、まあ、私そんな2冊ぐらいなんですけど、はい、大体言い回しは違くても、工程っていうのは結構似てるような部分があって、まあ、それで、まあ、大体、あ、こういう感じでやるんだなっていうのを、まあ、全体的につかめる感じでしたね。はい、そうなんですよね。だからこのやり方ってもう実は全部出ちゃってるのに、皆さんそれに対してお金払ってその情報を取りに行くんですよね。じゃあなんかそこで知れることって、ああなんか聞いたことあるみたいな、全然本も読んだことない人だったら、はい、おーってなるんですよね。はい、でまあこうセミナーにね1日2日行って、ああよかったなーで終わってしまうんですよね、はい、なので本気でこうやっぱりこうお話ししたいってなって、トシさん、YouTube で僕を見つけてくださって、はい、で入るっていうことを決めてくださって、はい、で入った後の感じどうですか？なんかできそうですか？もうできると私は思っているので、結構気楽にやってますね。あ、すごいですね。はい、それよりも
まあそれも並行して自分にも自信をつけたいので、はい、まあ、潜在意識の方にも私は集中して取り組んでるって感じですかね。ああすごいですね。それももう本当に僕のセミナー1ヶ月2ヶ月3ヶ月もう全部6ヶ月目まで全てが潜在意識入ってるんで、いや楽しみです。はい、もう回をこう2ヶ月3ヶ月やっていくたびにね、僕が言ったことをちゃんとねやっていってもらったら人生そのものが豊かになるような段階をこう踏んでるので、他の生徒さんの声も上げようかなと思ってるんですけど、何かこう新しいことにチャレンジできるようになったっていう方がめちゃくちゃ多いんですよ。はい、はい、動物とお話しするセミナーなのに新しいことにチャレンジできるようになりましたって意味わからないですよね。何のセミナーなんだっていう。はい、ただこう皆さんに分かってほしいのは、そこができなかったらお話ってなかなか難しするのってできないんだよっていうことなんですよね。はい、はい、なのでトシさん、何かセミナー受けてみて何かちょっと皆さんに何かアドバイスっていうんですかね、何かこう伝えることってありますか。はい、もしこう入りたくて、まあ、動画とかいろいろ見て、まあ、情報収集してると思うんですけども、もし条件が揃ってこの講座とか入れる条件が揃ってちょっと心でなんかああでもなとか思ったりすると思うんですけども、もう準備はできてるのであとは挑戦してもらいたいですね。行動が大事ですので。ありがとうございます。やっぱりこう挑戦っていうのが大事ですよね。はい、だからこうトシさん、こうこの一歩ね、何かこう大きく踏み出したことで何かちょっともう変わってきてるんじゃないですか。そうですね。なのであのその練習会とか先導を切ってやったりとかは、はい、私は前まではもうそういうのは絶対にやらないというか。そうなんですか。そうなんです。ただ行動してそれも含めて自分が求めるもののチャンスじゃないかなってやっぱ思えるようになってきたんですよね。いやそれが素晴らしいですよね。ありがとうございます。いやもう自分からやっぱりね練習会こうしたりとか投稿する、みんなのところに投稿するっていうのってかなり勇気いると思うんですよ。それをねこうなんか失敗もこうしながらどん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 こうやっていかないと失敗もできないわけじゃないですか。はい、だからそこにねこの一歩大きくこう踏み出したっていうことがこうトシさんの人生をこう変えていくきっかけになってるんじゃないかなと思うんですよね。そうでありたいです私は。はい、なのでもうこのねあの行動っていうのを止めないで、はい、はい、まあ2ヶ月3ヶ月ぐらいしたらね何かまたこうあの不安に襲われるのがね1回ぐらい来るかなとは思うんですけど。はいはい、なんですけどそれをねちゃんと絶対に話すんだっていう高い目標を持ってこのまま続けていってもらったらトシさんは必ずできるようになるんじゃないかなと思うんですよね。いやもう行きますよ。はい、行きましょう。はい、こんなねあのトシさんに会いにちょっとビデオ講座皆さんあの来てもらったらいいんじゃないかと思います。私はい、もうトシさん主催のこう練習会に参加できるっていうね。はい、なのでこうビデオ講座でも十分ねやっぱりやる気持ってちゃんと目標を決めてコツコツできる方であればできるよっていう証明をねトシさんにしてもらいたいなと思うのでまた来月もお願いします。よろしくお願いします。あのまたまあの2ヶ月目終わったらねまたそのこのテンションがねどこまで維持できてるのかちょっとねもしかしたら、ね、来月になったらもうメガネがこうなってるかもしれないです。はい、こんばんはって言ってるかもしれないです。それです。それはそれでちょっと面白いですね。ちょっと、はい、あやっぱりなみたいな。髪の毛こんなのってね。まあ、言ってないように、まあ、頑張りすぎないようにね、はい、はい、全力、まあ、出してほしいんですけど、まあ、ちょっと長い 目でね半年あるので、はいはい、このままちょっと頑張っていってもらいたいなと思います。はい、じゃあ頑張ります。はい、今日はありがとうございました。アシさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ビデオ講座。先生、ありがとうございます。
聞いていただいてるとしさんでした。ありがとうございました。じゃあねー。じゃあねー。